この記事では、欧州連合基本条約について解説する。欧州連合基本条約とは、欧州連合の法的根拠となっている、加盟国の間で締結されている、諸条約のことである。欧州連合の機関はこれらの条約を根拠として、設立されており、また欧州連合の国際機関としての行動や、目的についても定められている。欧州連合はこれらの基本条約によって受験されて、 おり、そのため、基本条約で定められた範囲内でしか権限を行使することができない。欧州連合は1993年発行の欧州連合条約と1958年発行の欧州連合の機能に関する条約、ローマ条約、旧正式名称、欧州経済共同大設立条約という二つの条約を主な根拠としている。 この主要な二つの条約及びこれらに付属する規定書や宣言は発行してから少なくとも10年に一度は修正が加えられてきており直近では2009年発行の欧州連合条約及び欧州共同体設立条約を修正するリスボン条約によって修正されている欧州連合条約は全文と6つの辺で構成されている第一編総則第一条では 欧州共同体をもとに欧州連合を設立することと欧州連合が欧州連合条約と欧州連合の機能に関する条約の法的地位を定めている。第2条では欧州連合が人間の尊厳、自由、民主主義、平等、法の支配、マイノリティに属する人の権利を含む人権の尊重という価値の上に成り立つということを謳っている。また、加盟国は 多言主に、無差別、寛容、正義結束、良性の平等が普及する社会を共有するということも歌われている。第3条では、欧州連合の目的を6項にわたって挙げている。第1項では、平和、連合の価値、市民の幸福を発展させることを定めている。第2項は、領域外との境界の管理を実施しつつ、域内における移動の自由について述べている。 第3項は、域内市場を扱っている。第4項は、ユーロの設置を謳っている。第5条では、欧州連合がその価値を促進させ、貧困の撲滅に努め、人権を遵守し、国際連合憲章を尊重することを規定している。第6項では、欧州連合は、基本条約で与えられている権能にかなう、適切な手段でこれらの目的を追求するとしている。 第4条は加盟国の主権と義務について訴い。第5条では欧州連合の権能の限界について受権原理、補完性原理、比例性原理を定めている。第6条は欧州連合が欧州連合基本権検証及び人権と基本的自由の保護のための条約に拘束されることを規定している。第7条では加盟国の資格停止について定め。第8条では 近隣諸国との密接な関係を築くことを謳っている。第二編民主主義についての規定第九条は市民の平等と欧州連合の市民権を定めている。第十条では欧州連合が間接民主制において設立されていることを謳い、その決定にあたっては可能な限り市民の密接な参加がなされなければならないということを定めている。また欧州規模の政党や 市民の意思の表明についても言及がなされている。市民の意思の表明とはすなわち、直接選挙される欧州議会と加盟国の議会に対して責任を持つ加盟国政府の代表で構成される理事会及び欧州理事会でもってなされる。第11条では欧州連合の運営の透明性を確保し、広範な協議を行うことを義務づけており、また、 欧州委員会に対して少なくとも100万人以上の市民による請願で法案作成を請願することについて定めている。第12条は立法手続きにおいて加盟国の議会の一定の関与を認めている。第3編期間についての規定第13条は欧州連合の期間について定めている。すなわち欧州議会、欧州理事会、理事会、欧州委員会、欧州連合司法裁判所、 欧州中央銀行会計監査員について歌っている。第14条は欧州議会の活動と選挙について、第15条は欧州理事会とその議長について、第16条は理事会とその形態について、第17条は欧州委員会とその任命について規定している。第18条では欧州連合外務安全保障政策上級代表を、第19条では 司法裁判所をそれぞれ設置することを定めている。第4編強化された協力についての規定第4編は、第20条の一箇条しかなく、他の加盟国が受け入れない、特定の分野における統合を、一定の加盟国間で協力して行うことを認めている。第5編連合の対外行動についての、一般規定と共通外交、安全保障政策に関する最速第五編第一。 章は第21条と第22条の2課上で構成されている。第21条では欧州連合の外交政策の概要を示す原則について定められており、国際連合憲章の遵守と国際貿易、人道支援、グローバルガバナンスの推進が挙げられている。第22条では欧州連合の外交政策の策定についての監督権を欧州理事会が 前回一致によって行使することを定めている。第2章は2つの節で構成されている。第1節は、総則となっており、欧州連合の外交政策についての指針と機能について詳述し、中でも欧州対外活動局の設置と加盟国の責任について定めている。第42条から第46条で構成される。第2節は、軍事的協力について扱っている。 第6編最終規定第47条は欧州連合の法人格を定めている。第48条は条約の修正について規定しており、通常の改定と簡易的な改定についての手続きを定めている。第49条は欧州連合への加盟申請。第50条は欧州連合からの脱退について定めている。第51条は 欧州連合条約と欧州連合の機能に関する条約に付属する議定書について定めており、第52条は本条約が適用される地理的領域を定めている。第53条は条約の無期限性を謳い、第54条では批准について、第55条では条約の成分と翻訳についてそれぞれ定めている。欧州連合の機能に関する条約では、 欧州連合の役割、政策、活動についての詳細が規定されている。欧州連合の機能に関する条約は7部で構成されている。第1部原則第1条では、欧州連合の機能に関する条約の基礎と法的地位を定めている。第2条から第6条までは、それぞれの分野における欧州連合の権労についての概要が示されている。第7条から第14条は、 社会的理念を第15条と第16条は文書や会議の公開についてそれぞれ定め。第17条では欧州連合が国内法のもとにおける教会の地位を尊重することを謳っている。第2部無差別と連合の市民。第2部は第18条から始まり、同条は基本条約の範囲内において国籍による差別を禁止している。第19条では 欧州連合は、性別、人種や、民族的な出身、宗教や心情、障害、年齢、性的指向による差別と戦うと謳われている。第20条から第24条では、欧州連合の市民権について、移動の自由、他国からの領事的保護、地方選挙及び、欧州議会議員選挙での投票と立候補、欧州議会や欧州オンブズマンへの請願についての権利や、 欧州連合の機関に対して自身が使用する言語で接触し回答を得る権利を定めている。第25条は欧州委員会に対して3年ごとに欧州連合の市民権の状況について報告を欧州議会に提出させることを求めている。第3部連合の政策と域内活動第3部は域内市場、関税同盟などの商品の自由な移動。 農業及び漁業、人、サービス、資本の自由な移動、警察や、司法協力などの自由、正義、安全についての分野、運輸政策、競争の原理、課税、法の調整、ユーロなどの経済、金融政策、雇用政策、欧州社会基金、教育、職業訓練、青年、スポーツ政策、文化政策、衛生、消費者保護、 欧州横断ネットワーク、産業政策、経済、社会、領域の結合、研究、開発及び、宇宙政策、環境政策、エネルギー政策、観光、市民保護、共生協力といった分野ごとに24の辺に分かれている。第4部海外領土の連携第4部では、海外領土の連携について定めている。第198条は連携の目的について、 付属文書2で列挙されている領土の経済的、社会的開発の推進としている。またそれ以降では関税などの連携の形態について、詳実している。第五部連合による、対外活動第五部は、欧州連合の外交政策について扱っている。第205条では、対外活動は、欧州連合条約第五編第一章で定められた、原則に従わなければならないことを謳っている。 第206条と第207条では欧州連合の対外貿易政策について定めている。第208条から第214条では第三国との開発と人道支援に関する協力について規定している。第215条では制裁措置について定め、第216条から第219条では第三国との国際条約締結のための手続きについて規定している。 第220条では外務安全保障政策上級代表と欧州委員会に対して他の国際機関と適切に協力することを設置し第221条では欧州連合の代表部の設置について定めている第222条結束条項では加盟国はテロリストによる攻撃、自然災害、人的災害にさらされている加盟国に対して 支援を行うことを定めている。この条項では、軍隊の使用も含められている。第6部機関と財務に関する規定第6部では、欧州連合条約における機関に関する規定の詳細を定めている。第288条から第299条では、機構に関する詳細に加えて、EU 法や立法手続きの形態について定めている。第三百条から第三百九条では、 経済社会評議会、地域委員会、欧州投資銀行について規定している。第310条から第325条では、欧州連合の予算について謳っている。第326条から第334条は、強化された協力についての規定となっている。第7部一般、最終規定第7部は、地理的、時間的な適用、期間の所在地、刑事責任の免除、 1958年以前、または加盟した日以前に署名された条約への影響といった最終的な法的問題について扱っている。欧州連合条約及び欧州連合の機能に関する条約には37の議定書、2つの付属文書、65の宣言が付属されている。これらは正式な法的文書ではないものの詳細な規定を含んでおり、 特に特定の加盟国に対する特別規定が謳われている。基本条約の修正のための通常の改定手続きでは、欧州連合のいずれかの機関からの改定提案が欧州理事会に送られることを要する。提案を受けて、欧州理事会議長は改定後の条約の起草を行う加盟国の政府、議会の議員、欧州議会議員、欧州委員会の代表者で構成される。 協議会を招集するか、改定内容が微細なものである場合には、欧州理事会自身において改定後の条約を起草するかのいずれかを行う。その後協議は政府間で行われ、新条約が合意に達すれば、各国の首脳らによって署名、国内において批准されることになる。簡易化された改定手続きは、欧州連合の機能に関する条約の第三部にのみ、 欧州連合の権限を強化しない範囲で適用されるものであり、これは欧州理事会において合意されれば改定ができるものの、効力を持つには各国の議会における承認を要する。さらに評決手続きの変更についての架け橋条項がある。一部の政策分野の立法手続きでは、理事会において全会一致を要し、また欧州議会の関与が最小限に抑えられているものがある。 これについては、防衛関係以外のものであれば、欧州理事会が全会一致で合意し、また加盟国の議会の反対がない場合において、通常の立法手続きに変更することができる。欧州連合の法的根拠に変更を加えるには、各加盟国における手続きに従って批准されなければ、ならない。この時全加盟国の批准を要し、また批准書をイタリア政府に帰宅して、 初めて新条約が発効することになる。この時、アイルランドでは欧州連合の法的根拠を変更する際には憲法を改定することを要するため国民投票が実施される。他方でドイツは国民投票の実施が基本法で認められていないため、批准は議会が行う。国民投票で条約が市民の賛成を得られなかったという事例がある。アイルランドやデンマークは 情報案を受けたことで、二度目の国民投票が行われたということがある。これに対して、フランスやオランダの事例では、国民投票を実施した結果、条約発行が断念されたということがあった。ノルウェーは二度にわたって、加盟条約を国民投票で否決している。判例、設立から、修正から、加盟資格欧州憲法条約は二つの加盟国で否決され、 発行に至らなかった欧州防衛共同体、設立条約欧州石炭鉄鋼共同体の成功から欧州防衛共同体という形態のヨーロッパ規模での軍事機構の枠組みにおいて西ドイツの再軍備を認める取り組みがなされた。この条約は1952年5月27日に石炭鉄鋼共同体に加盟していた6カ国によって署名され、共同総会では 新しい軍隊に対する民主的な説明責任を確保するために欧州政治共同体の設立条約の基礎に着手していた。ところがこの条約は1954年8月30日にフランスの国民議会が否決したため発行が断念された。1973年と1995年のノルウェーの加盟条約ノルウェーは過去に2度欧州諸共同体。 欧州連合への加盟を目指したが、いずれも国民投票で加盟が否決された。一度目の条約は1972年1月22日にブルッセルで、二度目は1994年6月24日にケルキラ島で署名されていた。欧州憲法条約欧州憲法条約は、欧州原子力共同体設立条約以外のすべての基本条約を破棄して一つの文書にまとめる。 ことを起としていた条約であった。欧州憲法条約では、氷結制度、構造の簡素化、外交政策における強化された協力について、変更が加えられることになっていた。条約は2004年10月29日に、ローマで署名され、すべての加盟国によって批准されていれば2006年11月1日に、発効するはずであった。ところが2005年5月29日に、フランスで、 同年6月1日にオランダでそれぞれ実施された国民投票で欧州憲法条約は否決された。この事態を受けて熟慮期間が設けられ憲法という形を解体してリスボン条約として再生された。リスボン条約の批准手続きを進めていた中で様々な情報がなされた結果、加盟国の首脳らは2011年までに署名されると、 見込まれているクロアチアとアイスランドの加盟条約で多くの議定書を付属させるとした。これらの議定書の内容はアイルランドの市民とチェコの大統領からの指示を受けるために策定した適用除外規定などとなっている。2008年に実施されたアイルランドでの国民投票でリスボン条約の批准が否決されたことを受けて安全保障や防衛、民族、税制に関して保障がなされ、 この結果2009年に実施された2度目の国民投票で条約批准が可決された。この保証については批准手続きのやり直しではなく次の条約で宣言文を付帯させるという形をとることとなった。チェコ大統領バーツラフ・クラウスは第二次世界大戦後にチェコスロバキアから追放されたドイツ系住民によって欧州連合基本権検証に基づく訴訟が 提起される恐れがあるとしてポーランドとイギリスに対してなされることになる同権章の適用除外をチェコにも認めなければ批准手続きを完了させることを拒否するとしていたまたクラウスはアイルランドの承認も批准手続きの完了の条件としていた中なおウィキペディア反差別法という記事に反差別のための法律や条約全般について解説されている出典ほか。 ありがとうございます。